市民球場です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の本田、対するホークスの先発は右の武田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の本田、マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは真砂子。背番号64。第4球を投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。背番号30。第3球を投げました。外角低め、外れてボール。投球これから4球目。打った、ファールボール。第5球投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。レフトフィルダー鎌本剛、背番号60。第9球投げた、外角低め、見送ってストライク。いきなり150キロ、見送ってストライク。これで追い込みました。見送ってボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。本田、今日は素晴らしい立ち上がりです。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の内川。第3球を投げた、アウトロー。ストレートは外れてボール。第4球を投げました、ボール。アウトコース低め。第5球投げました、変化球、空振り三振。4連続三振になりました。バッターは5番柳町。背番号32。第9球打った、流し打ち、あっと取れない、ボールはセカンドへ。バッターランナー二塁でストップ。柳町ツーベースヒットを放ちました。バファローズ同点のピンチを迎えます。背番号55。第3球を投げました、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、ピッチャー落下点、取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。背番号00。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます。打ちました、ファール。投げました、危ない球。次は6球目、投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、レフト前ヒットになった。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。バファローズ追いつかれました、1対1。バッターは8番リチャード。リチャード背番号52。第4球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。2回の表が終わって1対1。バファローズこの回1点奪われ同点とされています。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番海野。第2球投げた、インローを見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げた、あっと引っ掛けた、これは内野へのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからセカンドの守備に入っています川島。投球はこれから6球目。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。センターフィルダー佐藤直樹。投げた、流し打ち、取りました。これで3アウト。本田三者凡退に抑えています。3回の表が終わって1対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは鎌本。第3球を投げました、ボール。投げました、おっと自打球。第5球投げました、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは指名打者内川。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。バファローズここは引っ張りに警戒します。投げました、見逃し三振。本田ナイスピッチング。バッターは5番柳町。第3球を投げました、アウトコース高め、直球は外れてボール。投げた、打ちました、引っ掛けた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。本田見事ホークス打線を抑え切りました。4回の表が終わって1対1です。5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは野村。第1打席はピッチャーフライに倒れています。切れていきます、ファール。スライダー、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは7番川瀬。これが2度目のバッターボックス。
打った、センターへ飛んだ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番リチャード、今日2度目のバッターボックス。投げた、145キロ直球、空振り三振。本田、最後は空振り三振で打ち取りました。5回の表が終わって1対1です。バファローズ見事勝利を収めました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は本田、敗戦投手は、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。